こんにちは。こんにちは。宮下です。カイトです。あゆです。はい、カメラです。カメラです。今日はですね、最近の悩みを聞いてほしいのコーナーです。はい、カイト君に言いたいこと、その1。良くなってる気がするんだけど、もっとね、滑らかに振りたいんですよ。どういうのね。左腰が詰まってる気がする。詰まってる気がする。見て。います。見て。います。動画チェック。この前のコンテ。良くなってきた気がするんですよ。いや、いいスイングしてるんですけど。右足が下がんなくなってきた。だからこれもだからこれいつも僕飲みながら言ってるんですよ、この話。いつも言ってる話。癖ですね、これは。ドライバーの方がいいですね。でもあ、じゃあ借ります。とりあえずこっちで説明します。今の宮下様のスイングは、あ、そう詰まってるんじゃなくて、うん、左の股関節がこう使えてないんですよ。これがこう使ってるんですよ、うん、こういう風に回ってないってこと。そう、これ前沙織さんのレッスンがありました、うん、ここがこう使えてる。そうしたいですだけど、こう使ってるんです宮下さん。イメージがおかしいって。そう、イメージがピッチャー投げるときに、うん、こう踏み込むじゃないですか。宮下さんの場合は出ないんですよ。僕、遠投とかも苦手なんですよ。そう、だからこうやって、うん、こうやって投げるんですよ、イメージ。そうですね、そうじゃないですか。こっちに左に乗れてるじゃないですか。ここでピッチャーが投げるときにグッと踏み込む形がスイングでないんですよ。回ってる、うん、その動きがないです。こうしてる。そう、それがこう使ってるんですよ。グッて使ってない。ああ、こうしてる、うん、どうしたらこれはもう完璧に意識の持っていき方なんですよ。だから意識で持っていくにはトップで上げた時に左股関節をそこから左股関節始動で後ろに持っていくイメージ。あ、これプロの名前出してるんですか。長野龍太郎プロって、うん、テイクワークでこうやって足を上げるんですよ。ヒールアップ。で、足を上げるんですよ、こうやって、うん、で、こっからバーンって打つんですよ。めちゃめちゃ長野龍太郎飛ぶんですけど、うん、長野龍太郎さんのスイングとかを研究した方がいいです。こう、足を上げてこの踏み込みで股関節をパーンってやってる。そうすると、こう伸びないじゃないですか。宮下さんは、スイングみたいに。あ、こう打たないじゃないですか。打てない。練習とかで、一本押した方とかで打つ練習とか、いいかもしれない。何回かね。はい。素振りとかでもいいんで、この素振り。そしたらもう自然とこっちに回らないと、振れないんで。この素振りを、何回かやるとか。これがダメなんだね。そうこれがダメなんだ。全然そう、あえて使ってるじゃん、腰を。これがダメなんだ。アフターの前の練習で、ほら、全然違う。全然違う。一気に変わりました。触れる気がする、うん、ヒールアップ、左足のかかとを上げテイクバックだけでイメージ。最初、そう前、行也がバケツなんか挟めるものがあればいいんですけど、挟む、はい、ここにまず挟んであげるんです、うん、ここでトップ上げてインパクトする前に先にこう左足を引く、うん、あ、それめっちゃいい。で、こう落とす。それめっちゃいい。この練習ですね。これ左に体重乗らないとポンって落ちないんで、はい、あのドリルとか結構いいかも。挟めるやつとかこれは面白くない。この動きはもうバッとすぎます。この動きはそうなるこうなるって。まずフェース開く、体開く、フェース開く。逆にそれ意識すぎて体フェース閉じて左ビューン。だからもうここはもう引いて引く運動です。前それ何かの動画でも引いて引く動画ありましたよね。ここで引いてテイクバックで右側ずつ引いて
切り返し左股関節引くです。引いて引く。引いて引く。そうっす。ここで止まりそうなイメージなのかな。それで、ここから手ブーン止まってくればいいだけだったな。そうそうそう。引いて引く。いや、もっともっともっと、全然。イメージ引いて引く。ちょっとそこないかね。そういうイメージ、そういうイメージ。引いて引くイメージ。そう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 。そう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 。押す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 。そう。めっちゃいい動きしてる。これいいんだ。そう。その腰。もう一回押すやってください。ほら。このケツの動き。このケツの動き。これ引け。そう、手は関係ない、今腰の話ですよ。左手引いたら回るよ。だから、それをする、こっちを動かすように、こっちで左手引けっつって手じゃないですね、引くのは股関節なんです。そう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 、打ってみましょう、それで一回。なんかもういい感じの振り振りしてる。大丈夫です。テイクバックゆっくり上げましょう、もっと。ナイスボール、ナイスボール、全然ですよ。ゆっくりゆっくり。そうそうそう。頭ってずっとこう同じ場所？頭は同じ場所です。素振りで。開けた。リサちょっと同じやつできた。そう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 それそれそれその動き。宮下さんは顔をこうやってつけたから、からじゃなくて押さえてるのに。すクラブがすぎるな、待ってる。そう。ちょっとスタンス狭めてみますか。もうちょっとじゃあ、もうちょい。結構やね。アイアン系やね。これ、全然変な構えしてない。うん、してない。いい感じです。広すぎってこと？広すぎると、左腰引きにくいです。ちょっと触った方が引きやすいです。このイメージがダメなんだよね。いいじゃないですか。打ってみましょう。ちょっと遠く立ってあげると思います。ここくらい。そうそうそう、いい構えしてる。よいしょよいしょ。今分かるんですよいつもこれ同じ話になるんだよ、僕はね、毎回ね。で、練習行ってもこの話、コースでもこの話、飲み屋でもこの話。しかなんで戻るの？舐めてるの？舐めてる。舐めてる人。舐めてる人。もう一回っていいですか？何回でも。いいっす、全然いいっす、全然いいっす、全然いいっす。全然いいじゃないですか。はい、終わりです。最後着てください。あゆちゃん、僕はどうしたらいいの？また戻るんだけど。やめる？やめる。ずっとこれだよ、ね、ずっとこれですよ。普通の何か言い方がアベレージ効果って人ってみんなこの悩みに来るんじゃないですか。多分そうだと思います。みんなこれで詰まっちゃうんでしょ。視聴者さんはこの悩み多いと思います。これリンゴルフオープンとか行っても視聴者さんにこの話されること多いんで、一回もうあれやりましょう、練習場で。みんなで、はい、視聴者バーッと並べてみんなでもう行きますよ。おっすおっすおっす見たい見たい。100人くらいスライスに押す回、はい、スライスじゃなくて右に曲がってもいいけど、右に出て右に出る球を直す回、出球を左にするか出球を右にするかをする回、これで練習がダメなの？なんか練習がダメです。マインドがダメなの？練習がダメ。マインドも練習もダメです。全部ダメ。あの、いつもこの場では理解するんですよ。そうで、家に持ち帰るんですよ。最初の練習場でいい感じなんですよ。うまくいかないじゃないですか。ちょっと自分で変えちゃうんですよ。あ、これだ。で、そこで分かっちゃうんですよ。
で、これゴルフある分かってもないのに分かったを連呼しちゃう、いい球が出ちゃうから、そうで、それにその球をめがけてもう一回練習しちゃう、練習場はいい球出なくていいんですって練習場は やってきたことを復習するところなんですから、予習復習、そうなの、そうです、くそくそ今めっちゃコメント欄があるの、こいつまた同じ話、絶対それきますで、もうカイト君かわいそうまた同じこと説明してる、違う言葉で言ったね、同じ問題2ヶ月後また同じ悩みで来る宮下さん、待ってください待たないです、もう待たない、違うアプローチでありがとうございました、ありがとうございました